2076この声を見え第1話改革が必要でも日本代表宿舎廊下ミカメンテナンスは無事に終わったのか何か変な調整はされなかったかお疲れ様です勇気さん問題ありません私のコンディションは万全ですミカ私の出力は 規定の通りに調整されています。試合中の暴走も起こらないよう、リミッターは厳重にロックされました。お前、その喋り方何か異常がありましたか感情を失ったのか否定、感情プログラムは、ハンドロイドの作動に重要です。しかし、豊かである必要はありません。そのため、 出力を調整しましたそれはつまり感情を失ったのと同じだろういいえ私の感情プログラムは作動していますプログラムじゃないお前の感情はそんなものじゃ私はアンドロイドです私の感情はプログラムですミカ俺が間違えたからお前の 気持ちの伝え方をあなたは何も間違っていません、ゆうきさん。私のコンディションは万全です。ミカミカちゃん帰ってきたの里美<見>お疲れ様です、里美。無事に帰還しました。無事に試合の時みたいに人間にできない動きができるようになったのおい、里美お前、その言い方はないだろう。 別に普通ですよタクヤさんだってミカちゃんが普通じゃない動きをしていたのは本当なんだから確かにそうかもしれねえが私あんなに特訓したのに試合でもちゃんと動けてバレンチーナともいい勝負ができてでも全部ミカちゃんが1人でやっちゃった確かに あの試合はミカの動きが決定打にはなっただがほらミカちゃんだけいれば十分じゃないですかただの人間じゃアンドロイドには勝てないんだからおいその言い方はねえだろう確かにアンドロイドは人間にできないことができるけど人間だけに備わった力ってのも確かにあるんだはいよそんなのどんなに頑張ったって人間はアンドロイドに勝てないそれはミカちゃんさえいればそれでいいんだ タトミそうやって考えることをやめるなミカに向き合えちゃんと仲間を見ろだってミカお前もだお前の感情はリセットされたわけじゃないちゃんと仲間を見ろ仲間を思えそうすれば必ず心は動くわかりましたその命令プログラムに刻みますああもうそうじゃなくてやっぱり無理なんだピカちゃんは人間じゃないただの機械なんだよあいつ 誰がただだの機勇気お前も熱くなるな。このままじゃ、チームがダメになっちまうだろう。知るかくそクソ。少し離れたところで見守っていただけ。あの4人、どう思いますかマキ。まずいね。このままじゃ、タクヤの言うとおり、チームがバラバラになるけど、はあ。あれ、どうにかできんの 打つ手のない牧と歩むうつむいて押し黙る覚悟を決めた様子の台が口を開いた改革が必要ですね